はい、ガッチャンです。はい、ですね、今日が36日目かな。ちょっと昨日頑張りすぎて足が疲れてるっちゃ疲れてるんですけども、今日はですね、ちょっと早い時間から、ジャンピングしてます。今日ちょっとね、日程的に盛りだくさんで、ちょっと、息抜きも兼ねてジャンピングしてます。今日もね、今日は、ちょっと、5分3セット飛んでみようかなと思ってます。でですね、ちょっとね、筋肉がぐっとついてきたせいか、体はね、しぼんでるんだけど、体重が全然落ちてません。はい、体重が全然落ちてません。むしろ1キロ増えたみたい。どうしたら 102.5 キロみたいな感じなんですけども、まあいいでしょう。はい、筋肉がついたということで、まあね、ものすごい太るような食生活しないので、まあ筋肉がついたということで許してもらいましょう。許してください。まあそんなわけで、今日も、今日5分飛んできます。よし、行きます。あと4秒、3、2、1、0。そう、わ、体重てえな。そう、いや、もしかしたら5分持たないかもしれない。持たなかったら無理しないで4分で飲むからね。はい、そうで、昨日からね、普段のエクササイズの様子を、なんだっけ、YouTube ライブで撮ってて、まあ、YouTube ライブで撮ってるのは何でかというと、私のスマホね、そんな容量あるわけじゃないから、はい。大きい、メモリじゃなくて、SD カード、マイクロ SD カードも入れてないので、はい。なのでね、まあ、1時間、2時間ってなるともう撮れないんだよね。そう、何ギガになるから。そう、それで、まあ、一回、YouTube ライブにして、ダウンロードして、編集して、皆さんに、ちょっとこんな風に運動しますよ、っていうのを、お知らせできるようにしたいと思ってますが、YouTube では今のところ、詳細なエクササイズの、内容動画を載っける予定ございません。はい、理由は簡単。そう、これ、ね、商品にする予定のエクササイズをやってるので、まあ、そんな簡単にペラペラね、お見せすることができないっていうのが、まあ、ぶっちゃけ本当のところですね。はい。なので、まあ、YouTube はね、これまで通り、ジャンピングと、あと、昭和もね、あ、そう、スクワットするの忘れたね、今日。まあ、いいか。はい。そう、IGTV 版ではね、スクワットいるようかな。はい。あ、ちょっとね、手足がね、今日寒いから、寒いの、温めるっていう意味も含めて、ジャンピングします。で、今日はね、新潟県長岡市は、雪降りました。っていうか、何分か始めたっけ？これで1分かな？そう、1分ぐらいかな？もう2分も喋ってる気がするけどね。まあいいや、1分でいいや。はい。で、あとちょっと今のうち数えろ。5、4、3、2、そうね。22、OK。そう。で、長岡も降りました。で、その、ちょっと雪を道歩いてる写真、動画を、IGTV じゃなく、IGTV だな。ガリオブラックの、IGTV に、載っています。載ってる予定なので、興味の方は、ね、そちらご覧ください。はい。で、そうだね。私のそのコメント欄にね、私の情報はあんま載ってないので、そうだな。大きく、書き直します。はい。IGTV、インスタに飛ぶようにしようかな。そう。まあ、それもやりやりとか言って、やってないですけども、ちょっと今日は、午前中、午前中はね、ちょっと、自分のギターの勉強とか、あとはね、他の勉強に当ててます。で、午後からはですね、毎回、そう、なんか自分のスケジュールを喋ってね、まあちょっと許してください。そう、午後からは、今日のエクササイズを、
まあ、やっちゃいます。一部。うん。で、だいたい13時になるでしょう。で、13時からは、はい、13時から、そう、13時からは、何するんだっけ。そう、そう、その前にエクササイズ終わったら、てかジャンピング終わったら、今日の予定をね、例えばなんだそう、なんかもういっぱいいっぱいってだけで、何をやったらいいかね、ちょっと頭がパニックになってる。うん。まあ今日は頑張る。いや、今日も頑張る。そう、今日も明日も明後日も。そう、明日ちょっとね、いろんなものが時間が取れなそうなので、ね、今日も明日も明後日も頑張ります。そう。あと3分半ぐらいかな。2分半かな。はい。ちょっと、ダイエットの話をしましょうね。なんかね、ここチクチクするんだよね。かわいいな。なんで、余計なことしたかな。はい。ダイエットの話。そう、ダイエットの話。はい、5分もあるとっていうか、今日はなんか言葉出んねんな。朝のせいかな。ダイエットの話。そうだな。ですね、12日にね、ちょっとしたパーティーがあるんですけど、その時に、私のダイエットメニューを、ちょっと、動画で撮って、ちょっとね、皆さんに振る舞おうと思ってたので、動画で撮って、皆さんにもこんな感じですよ、っていうのをお見せしたいなぁ、なんて思ってます。昨日はね、シチューなんだけど、シチューの中にね、シチューの中に、野菜もいっぱい入ってるんだけど、そう、きなこ餅を入れてます。きなこね、きなこタンパクたっぷりですからね。はい、きなこ餅を入れて、食べてます。でですね、あとはなんだっけ、あと1分、うん、そう、これですね、はい、これ、私がやってるエクササイズのね、エクササイズの、エクササイズはですね、今後ね、専属契約させてもらってまして、はい、このジャンピングが違いますからね、ジャンピングは違うんですけども、毎日やっていくサイズは、この後、動画の商品になるみたいですよ。はい。なので、皆さんにも、お見せして、やってもらえるようになると思うんですが、ただね、結構ね、ポジションとか、形とかが非常に重要でね、はい。5分飛んだみたいな、重要で、あんま無理をすると、足腰痛かったりする、かもしれない。ただね、基本的に空手の形を、基本にした、運動で、まあね、一世風靡したね、ブートキャンプとかと同じぐらい、あれよりはもっとね、ゆっくりした動きで、まあ、全般的にマッスル、インナーマッスルだけを鍛えていくような感じです。で、まあ、それを使って、2週間ぐらい、3週間目なんですけども、まあね、メニュー組んでもらった通りにやると、そんなに筋肉痛になったりしないんですけど、まあ、私みたいにね、昨日ちょっとまとめてやったりすると、まあ、筋肉痛ってわけじゃないんですけど、疲れてんなっていう感じですね。まあ、皆さん、あまり無理しないように、無理しないように、頑張りましょう。でですね、食生活、ダイエットに関する食生活なんですけども、私はね、ダイエット効果高めたいから、タンパク質とかカルシウムとかね、炭水化物を控えめにして、他の栄養素、必要素とかしっかりとってダイエットしてるんですけども、そんなにね、基本はやっぱり基礎代謝なんだよね。基礎代謝をいかに上げるか、上げることで、太りづらい体にしていくかってことなんだけども、まあ、基礎代謝を上げるには筋肉つけるしかないわけですよ。はい。で、どうやって筋肉つくって、運動してカロリーを消費するっていうダイエットは多分ね、間違ってる。きっとね、きっとね、きっと、多分ね、運動してカロリー消費するっていうダイエットは間違ってる。どっちかというと、ゆっくりな動きでもいいから、効率的な、
インナーマッスル、まあ、表面上に見えないお肉、筋肉をちょっとずつつけていって、基礎代謝を高めていくっていうのが、多分正しいダイエットと思います。はい。で、まあ、筋肉はですね、タンパク質だったりとかと一緒にね、育ちますから、はい。筋肉の栄養素なるものをしっかり取りながら、時間をかけて、まあ、運動しね、がっつり筋肉つけてというか、私みたいにガンガントレーニングして、ダイエットをすぐ、早く落とすのももちろんいいよ。でも、ゆっくり時間かけて、体質も含めて、ゆっくりずつ変えていくのが、本来の、綺麗に痩せるダイエットなんじゃないかな、なんて思ってます。最近ね、そういうふうに、ちょっとずつ思うようになってきました。はい。まあ、私はですね、180日間で、30キロ、というか80キロまで体重を落とすという目標があるので、まあ、がっつりやってますけども、ダイエットをこれからしようって方、そんなにものすごく無理すると疲れます。どっちかっていうと、食生活とかそういう中で、ゆっくり体重を落とせるような、その食生活とかライフスタイルを変えていくことが、大事なんじゃないかなーって最近思ってるガチャでした。まあ、そのうちね、ダイエットの先生になれるかもね。そんなわけで、皆さん、今日、また明日。じゃあね、チャオ。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。